こんにちは、オカリナ奏者の宮村正弘です。今日はですね、久しぶりに、一般公開でラジオを収録したいと思います。一般公開といいましても、そのここのスタジオが一般公開されているわけではなくて、普段ですね、僕がやっていますオカリナサロンの、メンバー限定で、このようなラジオっていうのはよくお届けしているんですね。なんですけど、今日はちょっとお知らせがありますので、メンバー限定ではなくて一般公開するつもりで収録していきたいと思います。いつもですね、このようなラジオはですね、2部構成で収録しています。前半でお話をしまして、一番最後に、オカリナ演奏をお届けするという形です。なので今日も、その形式でいきたいと思います。それでは、本題に行きたいと思います。今後のオンラインショップにつきまして、まず前提としまして、僕が台湾に拠点を移すということがあります。ただ、現在ですね、新型コロナの影響で、入国制限がかかりまして、さらにそれが2度延長されましたので、現在日本で待機中という形になります。それに関しましてはブログの方でも記事を、アップしていますので、よかったら、ご覧いただければと思います。そして台湾に行った後、その後のオンラインショップの運営につきまして、変更点が2点あります。この2点をですね、今日は皆さんにお伝えしたいと思います。まず変更の1点目はですね、納期です。これは、オカリナを台湾から日本にお送りするということになりますので、どうしても納期がですね、日本から発送するよりかは、日数がかかってしまいます。その点につきましては、本当に大変申し訳ございません。ご了承いただければと思います。通常でですね、約1週間、お届けに時間がかかります。ただ、新型コロナの影響で2週間以上かかる場合もあるというふうにアナウンスが出ていますので、しばらくの間は、そのような、日数も含めまして、案内させていただく形になります。申し訳ございません。それから2点目の、変更点です。2点目はですね、お支払い方法につきまして、代引きがですね、ご利用いただけなくなります。これは、国際便がですね、代引きに対応していないということなので、今までは使えていたんですけれども、台湾からお送りするということで、こちらのサービスがご利用いただけなくなります。ご利用いただけるお支払い方法は、クレジットカード、それからコンビニの支払い、それから、銀行振込になります。なので、代引きをご希望の方がいらっしゃいましたら、大変申し訳ないんですけれども、クレジットカードかコンビニ支払いか、銀行振込を選択していただいてご購入をお願いいたします。以上、変更点はこの2点になります。その他のことに関しましては、これまでと同じです。送料につきましても、今までと同じ料金プランで、しばらくの間は運営していきます。つまり大分県から、お届けしますよという料金プランなんですけれども、これを引き続き継続して運営してみようと思っています。ただし実際には台湾からお送りすることになるので、お届けまでの日数だけ、少しお時間いただければと思います。それからですね、ご購入いただいた際はですね、お客様にとりましては事実上海外から商品を輸入するという形になります。ただしこれに関しましても、商品に対する関税の心配は、いりませんので、ご安心ください。実際のオンラインショップどういう流れになるかと言いますと、まずこれまでのことからお伝えしますとですね、オカリナ土心の窯元が、福岡県になります。なので、僕が福岡県まで行って、そこで、オカリナを選んで入荷してオンラインショップで販売するという形をとっておりました。それを今後は、一度ですね、オカリナ土心を台湾の方に送ってもらいます。そして僕が向こうで、オカリナを選びまして、オンラインショップにて販売という形です。なので一旦逆輸入という形にはなるんですけれども、オカリナ土心自体は、これまでと変わらず日本で、作られますので、ご安心ください。以上で、今日のお知らせになります。最後にもう一度簡単にまとめますと、今後も土心は今までと変わりなく購入できます。ただ変更点が2つありまして、納期が約1週間から2週間かかるということと、代引きでのご購入ができなくなるということです。送料などは変わりません。これまで通り、同じような感覚でオンラインショップご利用いただけますので、よろしくお願いいたします。
ただ1点だけですね、ご注意いただきたいのが、今日現在なんですけども、僕のオンラインショップの方で、オカリナ土心は、ソールドアウトになっております。すべての、タイプですね、品切れとなっておりますので、今日このような話をしていますが、今この場でですね、ご注文いただいて、すぐに商品をお届けするということが、できませんので、オカリナ土心ご希望の方はですね、予約の、メールを受けたまわっております。ご希望の方はメールアドレス info@miyamuramasahiro.com までメールをお願いいたします。また商品をですね、入荷いたしましたら、ブログあるいはツイッターで、お知らせしますので、よかったらフォローしてください。オカリナ土心は人気商品ですので、入荷しましてもすぐに品切れとなってしまいます。そして次の入荷までも、少しお時間をいただくような、形になっておりますので、今日現在の在庫切れ大変申し訳ございませんでした。さあ、それでは、そろそろオカリナ演奏をしていきたいと思うんですけれども、その前に、せっかくなので、オカリナサロンの紹介をさせてください。少し前まではですね、動画でビデオでお送りしていたんですね。こういうラジオ形式ではなくて、ただちょっとあの引っ越しの、都合上音声収録だけの方が都合が良くなってしまいましたので、引っ越しが完了するまでは少しこのラジオ形式でお届けしている感じです。オカリナサロンではですね、もう少しこうパーソナルなことも含め、この台湾のことも含めてなんですけれども、そういったお話や、全く音楽とは関係ないんですけれども、例えば僕の趣味がですね、本を読んだりとか、映画を見たりとかなので、おすすめの本とかおすすめの映画とか、あと全く関係ないんですけど、使いやすい書きやすいペン、文房具のペンですね、文具のペンとか、あとスマホのアプリですね、このアプリ紙アプリですよみたいな、そういったこととか、あとそうですね、パソコンの買い方こういうのがおすすめですよとか、なんかそういう全然関係ないことも、話しています。ただまあ、あのメンバーの皆さんにとって、有益な情報であると僕は信じて、いるものだけを、お伝えしていますので、こういったお話も含めてですね、楽しんでいただきたいというつもりで、お届けしています。またあの先ほどの話とつながるんですけれども、土心を購入する際なんかも僕の、オンラインレッスンの生徒さんや、オンラインサロンのメンバーの皆さんが、優先的に購入することができますので、そういった特典もあったりします。あとはやはりその僕がですね、オカリナに関する率直なこう思いを語ったりとかもしていますし、オカリナの演奏をたくさんお届けしていますので、よかったらオカリナサロンご入会考えてみてください。それからまたオンラインレッスンの、生徒さんも募集しております。オンラインレッスンの方は、僕が台湾に拠点を移しても全く、変わることなく、継続して、レッスンできますので、新規の生徒さんもオンラインでは募集を、しています。オカリナを僕今から演奏しますけれども、そういう感じで演奏したいなとかいうのが、ありましたらですね、本当にこう基礎から、上級者まで、レッスンしておりますので、よかったらレッスンの方も、気にしていただけたら幸いでございます。詳しくは概要欄の方にも載せておきますので、見てみてください。それではですね、オカリナ演奏いきたいと思います。最近ずっとですね、自分でギター伴奏を弾いて、その後にオカリナを演奏して録音するという形をとっていました。というのも楽器をですね、もうすでに台湾に送ってしまっているので、ピアノの鍵盤とかがないんですね。なので、まあ、今ある、楽器しかもちろんその収録できませんので、今はギターしかないのでギター伴奏をしていたんですね。でもやっぱりずっとギター伴奏だけだったので、ピアノでオカリナ吹きたいなというふうに、なりまして、今日は、ピアノでやりたいと思います。実際にはピアノの鍵盤がないので、昔ですね、レッスンの時に、生徒さんのために、ピアノ弾いた、ものがありますので、その音源を使って今日はオカリナを今から演奏していきたいと思いますので、どうぞ聴いてください。